はい、サバイバル社会科、もう10月半ばを過ぎてます過ぎてしまいましたね。はい、で、ちょっと古いですけれど、大事なこと。はい、サバイバル社会科、YouTube で検索しましょう。英語民間試験導入問題、まあ、野党合同ヒアリング。キーワードは、英語民間試験導入問題。英語民間試験導入問題。これを見たら、この問題は、今の高3生、浪人生だけの問題じゃない。もう高2生の問題。しかし高2生だけじゃない。高2生も高1生も高3生も浪人生もみんな関係あるっていうことがわかります。で、今までのセンター試験と違って、英検がどうするかっていうと、まあ、英検と GTEC ですけどね、簡単な話、そこで、自分のところで、検定試験を主催し、そして対策問題集も作る。対策問題集作って自分のところで採点する。ほんなら両方やっていいの？まあ、これが素朴な疑問です。そういう試験が導入されようとしている。高校3年生18歳の選挙権、はい、賛成反対。賛成ばかりがノーじゃない。反対だったら声を上げる。そうしないと知らん間に戦争が始まるっていうこともありました、過去に。はい、さあ注意して一応見てみよう。サバイブするためにはニュースを見よう。インターネット、YouTube も利用しよう。はい。